フラメンコダンサーの松本まりこです。今日はマントンシージョの巻き方をご紹介します。三角のマントンシージョを二つ折りにして中央部分を首にかけ、そしてマントンシージョの端と端を必ず揃えて、胸のラインがきれいに見えるようにまず調整してください。そしてウエストの位置、もしくはウエストより少し上の位置のところでマントンを集めて安全ピンで留めます。安全ピンがちょっと見えるのは嫌だなという人はその上にブローチをするととても素敵に仕上がります。そしてバストトップのところを少し外側に広げてください。こうすることでウエストラインを細く見せる効果があります。で、踊ってる時に着崩れしてきますので、胸の外側を内側から安全ピンで留めて固定してください。左も右も両側固定すると安定します。マントンシージョを巻くことでウエストラインを細く見せるという体型カバーの効果が期待でき、そして踊ってる時にフレコという糸が揺れるのでフラメンコ度アップにもなります。そして衣装のイメージを変えたいという時にマントンシージョはとっても役に立つので、練習生の皆さん1枚はゲットしてくださいね。以上がマントンシージョの巻き方でした。マントンの巻き方でね、衣装の印象が変わりますので、ぜひいろんなマントンの巻き方を習得してみてください。もちろん練習も忘れずにね。この動画が役に立ったなぁ、勉強になったなぁという方は、ぜひこの下にあるいいねボタン、それからチャンネル登録の方をぜひしてください。また参考になる動画をね、随時アップしていきます。今日はご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまたね。皆さん練習頑張ってね。Oh!